船になるまで皆さんにクレイジーニュースでお伝えします。冒険が待ってる。最終的に今船の、まあ、底の部分だけど、まあ、こういう感じでこう作ってるのね。でこっち側が底だから、この反対側はこっちが上になるから、うん、まあ、まずこれをまあ上にも作業しやすいようにこうね上の状態にするんだけど、であと向こう側で芯がまあここの中心にあって、この芯がどういうふうにあの向こうで変化してるか、まあ、見て、元と末の方で。判断するんだけど、あくまでもその目に見えてるのは元と末だけだけども、このじゃあ一体中でどういうふうにこの芯が曲がってるんだっていう、まっすぐじゃないから、うん、大体そういうことも判断して決めていくんだけど、でまあとりあえずこれはラッキーなことに芯がこの大体この円の直径の中の中心にあるから、すごくあのまあ育ちがいいっていうかね、いい木だなと分かるし、でこの今全体を見てもらっても、だいたい平均にこの円がねこういうふうに円状になってるから、いびつなこう楕円とかねそういうのじゃなくて円に近いんで、まあどこを底にしたりとかしてもあのいい形の船にできやすい。で今いい形の船って言ったけど、あの人間の思う形を作り上げるんじゃなくて、あくまでもこの自然に育った年輪の形が船になるっていうのが、あの船理想の船というか、強い船っていうことかな。あの繊維を切らずに繊維通りにこう船になってくれるから、うん、薄くしても船の厚みを薄くしても強い船になる。でそれがやっぱ基本条件、うんうん、だからやっぱり丸太を最初切る段階で、その木が素性のいい、いわゆる芯がまっすぐ通ってて曲がりもそんななくて、うん、で年輪もこう全体的に丸い円を描いてるっていう木を選べる力が最初求められる。そして切ってみて年輪を見た時にどうだっていう段階を、また今その段階なんだけど、でここでまた問題があるんだけど、例えば船の底に大きな穴が開いてたらこれ問題なわけで、はい、まあ、船としてまあそれ埋めればいいけど、うん、まあ、できるだけ船の底とか横を水側に浸かるところには穴があってほしくないわけ、うん、で木っていうのは節が枝が出るんだけども、その枝が長い間こう枯れてしまったりしてると、うん、この節が死んでて割った時にこの穴が抜けっ節、うん、節穴になるわけ、うん、でそういう節、その死んでる節がこの底の方にボコボコあった場合はもうそっちは底に できない、うん、したくない状態になるんで、まあ、反対側の節のない方を、まあ、やむを得ず使わなきゃいけない場合も出てくるし、だからいろんな条件が あるから、一概に木の通りと年輪を見ただけでは判断できない。で今たまたまこの木には節っていうのが見えてない、木の皮だけなんだけど、実はこの隠れ節っていって、木の中側に節がまだ小さいうちにこう枝を払われた後でこう隠れ節っていうのがあるんだよね、中に。でそういう節が、まあ、できるだけない方を、まあ、選ぶんだけど、それはもう中をこう削っていかないとなかなか本当のところが分かりづらい。だけどこの木は100年生きた状態でこの根元の方に見えてる節がないから、非常にまあいい環境で育ってるっていうことです。うん、の原始人たちは何度もその経験することによって、体験することによって、丸木舟にする木はこういう木がいいんだっていうのを分かって、てくるわけね、うんうん、そしてまあその技術とか知識を伝えていってるわけ、うん、伝えてきてくれたっていうかね、うん、だからものすごい高度な木工技術を持った人たちっていうことはよく分かる、うんうん、簡単じゃない。でこれが船の横側の船ね、横側になる。で船が浮かべた時にこういう左右の重みによってバランスが取れるられるんだけど、例えばこっちの木の材質の方が年輪が緻密で材質がこう重い、
あの詰まってて重いでこっちは軽いっていうことになってくると、浮かべた時にこっちがしね傾いてこっちがあの上がるみたいな、重い方が沈むみたいな感じにもなるし、そういうことが分かってないとダメってことは、この材質の質も分からなきゃダメだ、ダメなんて。で、それを判断するって今の科学でやればなんとかなるかもしれないけど、いわゆる科学的な根拠で判断できる目も持ってなきゃダメなんで、ね、うんうん、そして比重、この年輪が詰まってて重そうだっていうのもあるし、あとその浮力がある、まあ、年輪が詰まってなくても例えばこっちの方が浮く力がある、こっちは浮く力あんまりないっていう場合でもバランスが崩れるんで、そういう浮力のどっちがこうね浮力がある、材質なんだ、材質だかどうかを判断もしなければならない。でそれの結局要素を判断する基準っていうのは、木が立ってる状態で、例えばその斜面に立ってて木がこう生えていますと、でその時に谷側と山側にではあの木につく力加わる力も違うから、当然生きててあの材質も違ってくるわけで、そういうことによって浮力がどう違ってくるか、年輪の重さ、あの材質の重さがどう違ってくるかも分かってなきゃダメっていう、もう本当に深いところに行くんだよね、うん、だからそれはもう何十回何百回行って、あのだから一人の世代で絶対無理、何世代にもわたって船を作り続けていくことによっていろんな問題に直面しながらそれを解決していった蓄積によって外洋を漕げる素晴らしい高性能船を作ることができるんですよ、うんうん、ということは原始人たちただマンモスを追っかけてないだけじゃないってことがよくわかる、うん、